おととい、JR 高知駅には大きなスーツケースや荷物を抱えた外国人の姿がありました。集まっていたのは、今回初めてよさこい祭りに参加するため、フランスからはるばるやってきたフランスよさこい連盟の踊り子です。It's really, really exciting to be dancing in Kochi. Because it's first time for everyone, I think, to be here and to be dancing in Japan. So it's really exciting. Everybody is really, really happy to be here today.もともと2020年に参加する予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で参加できず、4年越しの夢を叶えに高知入りしたのです。フランスよさこい連盟は、江南市の県立青少年センターを拠点に本祭までの2日間練習しています。今年初めてです。暑いです。本当は暑いですけど。緊張する。初めてのフェスティバルだから。高知に来たメンバーは、フランス人50人と、フランス在住の日本人など、総勢55人。パリやストラスブールなど、フランスの6つの地方のよさこいチームに所属する、20代から50代のメンバーが合同チームを作りました。代表のアリゼ・ドゥクルノーさん、29歳です。4年前に2020年のよさこい祭りに参加したかったなんですが、コロナのせいでできなくてちょっと悔しい感じもあったので、やっと今年できるのは本当に本当に嬉しいです。チームのテーマは鳥です。フランスの象徴はオンドリなので、太陽を呼ぶ動物なので、太陽は日本なので、なんとかフランスと日本の象徴が集めて、なんとかテーマをしたかったなんです。先月、一足早くフランスパリの祭りで踊りを披露した時の写真です。衣装は県内の業者に発注したもので、本祭でも着用します。フランス人が感じるよさこいの魅力とは。もう私はやっぱりスマイルとエネルギーがたくさんあって、お客様と一緒にその喜びをシェアすることができますし、それは本当に好きなんです。海外チームを支えるのは高知の人々です。今月5日、フランスチームの地方書を制作していたのが、四万十市のよさこい四万十実行委員会のメンバーたち。ベトナムとフランスのチームが来ると、で地方でしたら困っているということを聞いてですね、よさこい四万十の方から提供させてもらえないかということをお願い、逆にしましたね、こちらから、はい、最大限生かしてもらって楽しく踊っていただけたらと思いますけど。実行委員会ではフランスとベトナムの海外2チームが地方車をどうしようか頭を抱えているという話を聞き、2台を無償で組み立て貸し出すことにしました。よさこい四万十は四万十市で9月に開催されるよさこいイベントで、その PR にもなればと考えています。この日、地方車の制作現場をアリゼさんたちが訪れました。フランスチームのデザインで特別に作られた看板を見たアリゼさんは、本当に大きいで心からの本当にありがとうございますとは言いたいし、この素晴らしい地方車で本部で精一杯踊らせると思います。音響機材が地方車に取り付けられ、チームの楽曲が流れると、二人は本祭が待ちきれない様子でリズムに乗っていました。当日、
チームの運営をするのもコーチの人々です。踊り子をサポートするスタッフは大学生など総勢25人で、踊り子や受け入れ側など全体をまとめるのが近藤道代さん。踊りの指導から誘導までさまざまな役をこなします。4年越しの夢を彼は叶えるためにやってきたので、これは応援せんといかんと。ヨーロッパすごくよそこに盛り上がっているので、うん、でこの4年間踊れなかったこの溜めてきたこの熱をすごくこう爆発させる感じがこの練習見ててもすごく感じるので。本祭まであと2日、チームは息の合った踊りを披露するため懸命に練習します。4年待ってようやく本場コーチで踊るフランスのメンバーたち、今の気持ちを表してもらいました。